谷川明の何でもあり。皆さんご機嫌いかがですか。今週も素敵な歌とその時々の話題を私谷川明と小夏千秋と川谷梨香と今週もこのメンバーで進めてまいりたいと思います。短い時間ですがお付き合いください。大ヒット中谷川明の富岡製紙、聞いてください。ふるさとありがとう、小夏千秋の北愛花、お聴きください。酔った心に悲しく響く、切々と歌っております。桜三重の渋川支部でお聴きください。新曲沼田の夜、素敵な夫婦愛を歌い上げるメロディーが素敵です。沼田のご当地ソング、ぜひお聴きください。沼田の夜。はい、沢田千佳さんのゲストです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、なんか、はい、ね、来月なんか台湾は、台湾コンサートが、今年5月12日、母の日に決定いたしました。母の日ね。はい。なんか日本を離れてしまうとね、はい、なんかもう二度と会えないような、そんなね、寂しさを感じますけども、台湾ですからね、はい、もうほとんどね、日本といくらも変わらないところでございます。はい、はい。はい、それではね、そんなお話を聞きながら今日はゲストの沢田千佳さんにリクエストさせていただきます。はい。よろしくどうぞ。はい、今私が一番頑張っている曲です。ジャンヌダルクに憧れて。はい。憧れてた、ね、いやなんか千佳さんにぴったりの今回タイトルのようなそんな気がしますね。歌のね、曲調とか、うん、もし私、そうでしょ、そう、自分ご自分と思うでしょ。私の好きなこういう前向きな歌詞を聴いて歌うと、伸び伸びとしてね、ライブなんか見ると伸び伸びとして歌っていらっしゃいますもんね。ところで台湾はいつ行くんでしたっけ。はい、ですね、5月10日に出発いたしまして、はいはい、で、まあ、3泊4日で、はい、3日に帰国なんですけれども、はい、まあ、本番が5月12日の母の日なんですよ。あ、5月の12日の母の日ね。そうそう、で場所があの台湾の台北で、台北渋川の三ヶ峰に、うんうん、仏光山ってお寺があるんですか。あ、ございます。
黄色い建物のね、そうです、はいはい、こちらすごい私ご縁があって、うんうん、今回その仏光山の台北道場っていうところがあの会場になるんですよ、うんうんうん、台北で一番なんか大きいらしいんですよ、仏光山の。そこで、まあ、母の日ということで、あの母の日のイベントがあるらしいんですよ、そこに。それに合わせて、まあ、日本からサンタチカという歌手が行って、はい、それ一緒にイベントをやりましょうと。うわ、スケールが大きいですね。そうなんですよ、まあ、今回は私の方からお願いをしたわけなんですけど、そうですか、もうこれからますますですね。そうです、あのやっぱ世界でも活躍したいっていう、そういう私大きな目標を持っていて、いやいや、もうもちろんそうですよ、目標はね大きく持っていただいて、はい、そうすればもう私たちもね、嬉しいことですからね。ところで、その仏光山っていうのは、うん、宗派でいくとやっぱり台湾の方ですか。宗派なんで、まあ、仏教は仏教なんでしょうけどね。仏教ですね、そうそうそう、お釈迦様、お釈迦様はね、そうですよね。食べ物なんかどうですか、日本と違って。でもね、私今回も台湾コンサート2回目なんですけれども、前回の時はあの最初お寺に宿泊させていただいて。あ、そうなの。精進料理、ね、出家したとかそういうんじゃなくても。そうじゃなくてそうですか、泊まれるわけ。そう、泊まらせていただいたんですよ、1回目の時は。あ、そう。だから皆さんが、食べるから精進料理だから。でも私野菜が好きだから、うんうん、ありますね、うん、私にはすごく美味しくて。そうですか。で、まあコンサートが終わった後、次やっぱり台北に移動した時はやっぱり中華ですね。あ、中華ね。台湾料理とは違いますもんね、中華料理は。小籠包ですね、まあ、小籠包とかね、まあ、すごい美味しかったです。とにかくあの台湾屋台、屋台がすごい。あら、そうですか。いろんなお店がもう集まってる、うんうん、独特な匂い、香りね。でもね、うん、そのあちらの生活習慣は、あのお母さん方が、うん、あのせっせと手料理、うん、朝ごはん作るのではなくて、うん、みんなそのあの屋台に行って朝食を買って、でみんなテイクアウト、要するに、ね、朝食取ってるみたいなんですよ。だから朝からすごいもうみんな並んで。あ、そうですか。あとね、バイクの数がすごかった。まあイメージ的にね、台湾台北あちらのバイクでね、バンバンもう行くね、そういうよくニュースなんか出てますけど。そうですか。そうですか。でも食べてしまえば、もよく、まあ、あのこちらでいうゲテモンとかなんとか言ってますけどね、ヘビとかカエルとか。そうそうそう、屋台に行くと、そうヘビとかカエルとか売ってます、ね、売ってます。よくあの豚の首を置いて食事するとかっていう、そういうね、あ、そういうのもね、そのままの形でもありますもんね、そのお出てくるね。あ、そうですか。まあさ、とにかくね、やっぱりあちらの人にも歌を、うん、広めて喜んでもらいたいです。うーん、まああのね、歌の流れとしたらね、日本の歌ですから台湾の方もね、うん、馴染んでいただけるでしょうけども、うん、この日本人だからっていうその拒否反応ってのはあんまりないですか。全然ないですか。すっごいも優しい。あ、そう、人間性はいい。で、あの喜び方、コンサートで、うん、日本人と台湾の方たちの喜び方が全然違う、うん、もうすごい、もう素直に、まあ、日本人がまあ素直っていうんじゃないっていう意味じゃないんですけど、結構日本人って恥ずかしがり屋、素直に自分の感情を表現に出すっていう、多分、うん、国民性はストレートなんだ。そう、苦手、恥ずかしがり屋なんではないかと思うんですよ、日本人って。でもあちらの方はあの素直に表現を出してくれる。なるほどね。やっぱり日本の方ってやっぱり恥ずかしがるのかなっていう感じ。ねえ、シャイっていうか恥ずかしがるっていうかね、ストレートなんだ。逆にすごい今優しくて。ああ、それはもう澤田知佳さんの人間性に対して優しいんじゃなくて、誰でもそうですかね。誰でも、いや、優しいと思います。よくね、あの言われてますけど、アメリカ人の方はね、イエスノーがはっきりしてると。まあ、その英語っていうのはイエスノーしかないと。中間のグレーとかというね、あの色がないんだよということを聞いてますけども、ただ、はいはい、日本の人はね、そこの辺で歩いてると寄ってもらいたくない人も、寄ってがねえかい、お茶飲みないなって腹の中で寄らなきゃいいけどな、なんて、そういうふうな昔はありましたけどね。そうですか、歓迎してくれるということですね。そうです、特にやっぱりね、近さんなんか可愛いしね。
男性女性のあれですか、そういう国民の制服っていうのあるんですか。いや別にそれはターバン巻いてるとか。あ、そういうのはないです、ね、ないですか。もう僕台湾って言うとどっちかというと日本に近い丸いイメージがあるんですよ、うんうんうん、ね、だからこのまあ香港ベトナムっていうとなんか細いイメージがあるんですけど、台湾だけなんかなんか丸いようなイメージがあるんですけどね、うんうん、はい。台湾の歌手というと日本に来られては誰ですか。台湾の歌手、テレサテンさんは台湾は香港ですよね、あの方ね。あ、そう、前回そのテレサテンさんの、ええ、あのメドレーを歌ったんですよ、はいはい、すごいやっぱり受けました。あ、そうですか。今回も歌う予定です。あのテレサテンさんもね、まあ、中国ではね有名なね歌手ですけどね、台湾の人もいるような気がするんですけど ね、 ね、うん、ちょっと検索してみましょう。そうですね、はい。日本の方で台湾に行かれてる人ってのは結構いるんですか。結構いると思いますよ。結構普通に仕事でいつも行ってる方も、はいはい、もういらっしゃる。日本との貿易あるんですかね、結構ね、うん、ああそうですか。仕入れでジュディ・ヨングさん。あ、ジュディ・ヨングさん、あの有名な、あれは台湾なんですか。へー、あ、なんかイメージ的に香港かなと思ったんですけどね、中国しましたもん ね、 ね、あの方は素晴らしい才能のあるね、綺麗だし、結構いらっしゃいますね。そうでしたか。ジュディングさん知らない人はいらっしゃらないですもんね、うん、どっちかとやっぱりあれですよ、沢田千佳さんも台湾系ですかね。そうなんですかね。イメージ的にね、あのやっぱりすごいね、可愛らしい方たくさんいましたもん。そうですか、ね、僕不安だったんですよ。ジュディングさんはね、結構いますね、うん、ね、あと男性なんかもいるんですかね。あ、オーヤンフィービー。オーヤンフィービー。オーヤンフィービーさん。あ、あの人も結構いるんだね。日本に来て活躍してますよ。だから、日本のシンガー、沢田千佳っていうんでもね。いや、もうそれが私のやっぱり、目標ですね。目標ですね。日本を代表する沢田千佳、ね、うん、ね。もちろんね、あの、大ヒット曲を出す成功もつかみたいし、うん、NHK 紅白歌合戦今年出るという目標もあるんですけども、はい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 、僕はね、ちかさんに会うとね、いつもね、エネルギッシュなね、はい、ちかさんを見ると僕も力をね、いただくんですよ。あ、そうですか、ね、名前のことがちかちゃんね、言いますけどね。はい、それではこの辺でお知らせです。鶴川駅徒歩2分焼き鳥鳥谷、ママの粉すち焼きが作る軟骨入りつくねと鶏皮ポン酢は絶品。CM を聞いたで焼き鳥日本サービス、今夜も鳥谷でいっぱいやるか。スコッチの甘い香りとムード歌謡のナンバーが深い夜へと誘う、あなただけの隠れ家へ、インバーハウスさくら。だからね、あっという間のお時間ですけど、リカちゃんなんかあのチカちゃんにお話いろいろ聞いた方がいいですよ、勉強になるから。どうしたらそのいつも美しくいられる。美しく、美しくね。なそうですよ、笑いです、笑い、笑顔、笑顔、笑顔ですよ、やっぱり、うん、そうだね、笑っちゃう、はい、笑顔、二人にやっぱりね、やっぱりいい顔必要ですよね、笑顔ね。あの笑顔がなくてもね、通る人ってビジネスですよ、皆さん笑顔がなきゃダメですよ、ね、言ってみよう、よく言われてますもんね、歌って笑顔で、ね、あんまり良かったようですね。はい、それでは皆さん今日はね、今月いっぱい、沢田千佳さんにいろいろゲストとして楽しいお話をお聞きしましたけど、また来ていただけますか。はい、はい、ありがとうございました、ね、ありがとうございます。それでは来週まで皆さんごきげんよう。この番組は谷川明音楽事務所と鳥谷グループの提供でお送りしました。海を稼いし